強烈な寒気の南下、3月2日の午前9時、上空1500メートル付近のマイナス6度の寒気。日本列島全国的に全体をすっぽりと覆い隠すようにですね、南下して流れ込み、えー、包み込む予想となっております。午前、えー、失礼しました。午後9時の予想。この寒気の南下に伴いまして、ウィンディーのですね、 えー、GFS モードでは2日の朝8時の予報を見てまいりますと、東京都心部でも雨、えー、ないし、雪の予報、そして関東南部、えー、東京、神奈川、千葉、このあたりでですね、広範囲に降雪の予報が発表されております。えー、しかしながら、長時間、うん、降り続くという予想ではなくてですね、 えー、午前中、2日土曜日の午前中のそれも短時間、えー、降る予報となっておりますただ、東京西部の青梅市の辺りはかなり長い間降り続く予報にはなっておりますしかしながら、片や ECMWF モードおよびアイコンモードではですね 特にアイコンモードは降雪の予報なし。ECMWF モードもですね、東京地方で降雪の予報が発表されているエリアはあるんですけれども、GFS と比べると極めて短時間であるということが言えます。東京ではほとんど雪は降らずですね、神奈川県の相模原市でベタ雪がですね、長時間降り続く予報。 えー、しかしながら、降雪の地域は、極めて、えー、限定的で狭い予報となっております。そして、えー、気象庁の最新情報ですね。2日の土曜日、関東地方南部、太平洋側の平野部、全くもって晴れの予報となっております。晴れ、時々曇り、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、静岡県、 いずれも晴れの予報となっております、えー。予報精度で言いますとですね、ウィンディーの GFS モードよりも降雪の予報が発表されております。ウィンディーの GFS モードよりも日本の気象庁の方が予報精度は高いです。ですから、晴れとなる可能性が極めて高いと見るのが自然でありましょう。降雪速報。降雪速報の。 時間がやってまいりました。2024年2月29日木曜日、ウルード氏ですね。朝5時31分21秒現在の週間天気予報、降雪予想及び今後の上空1500メートル付近と5000メートル付近の寒気の南下予想とウィンディーによります世界各国の気象機関による降雪予報、 指定比較して最新情報を速報でお伝えします。まず気象庁の週間天気予報。本日29日の木曜日。西日本エリア、東日本エリア、広範囲でぐずつく空模様。雨の予報が多くなっております。その中で、宮城県西部、曇りのち雪か雨。山形県村山、曇りのち雪か雨。山形県沖玉、曇りのち雨か雪。福島県会津、曇りのち雪か雨。北関東、栃木県北部、 晴れのち雪か雨。群馬県北部。晴れのち雪か雨。新潟県の上越。曇りのち雨か雪。新潟県の中越。曇りのち雨か雪。中央高知、長野県北部。晴れのち雪か雨。長野県中部。晴れのち雪か雨。富山県東部。曇りのち雨。石川県加賀。曇りのち雨。石川県野戸。曇りのち雨。 北海道地方、留萌地方、曇り時々雪、石狩地方、曇り一時雪、尻部地方、曇り一時雪、北海道は日本海側、本州は内陸部で降雪の予報が発表されております。明日3月1日の金曜日、北海道は全域で降雪の予報、本州は東北地方、北陸地方、近畿地方北部、中国地方の山陰地方、 日本海側を中心に降雪の予報が広範囲に発表されております。山梨県東部、富士五湖、曇り一時雪か雨の予報が発表されております。東京地方は曇り一時雨。島根県、曇り時々雪か雨。鳥取県、曇り時々雪か雨。岡山県、曇り一時雨。えー、日本海側を中心に広範囲、降雪の予報となっております。そして、2日の土曜日、北海道は全域で降雪の予報。 本州の東北地方、北陸地方、近畿地方北部、中国地方の山陰地方を中心に日本海側で広範囲に交の予報が発表されております。そして、関東地方南部なんですが、太平洋側ですね、平野部は見事なまでにピーカンの晴れの予報となっております。気象庁。最新情報となっております。東京都。 晴れ、時々曇り、埼玉県、晴れ、時々曇り、神奈川県、晴れ、時々曇り、千葉県、晴れ、時々曇り、完全に晴れの予報となっております。3日の日曜日、日本海側を中心に北海道、東北地方、北陸地方、近,近畿地方北部まで、降雪の予報が発表されておりますが、太平洋側は九州、四国、 えー、東日本エリア、関東地方、東北地方の辺りまで広範囲に晴れ間の広がり予報、北海道も太平洋側、晴れの予報となっております。4日の月曜日、北海道の日本海側、東北地方、降雪の予報、新潟、曇り一時雨か雪の予報となっております。5日の火曜日、西日本エリアから東日本エリアまで広範囲に雨の予報となっております。新潟 曇り一時雨。北海道と東北三県、青森、秋田、岩手。この辺りは曇りとなっております。6日の水曜日、ぐずつ,つく空模様が残るのは東日本エリア。新潟、曇り一時雨か雪。仙台、曇り一時雨か雪となっております。これがですね、気象庁の週間天気予報、1週間の見通し。 となっておりますえ週間寒気予想をご覧いただきたいと思います。明日3月1日の金曜日ですね、えー。夜9時、平地でも雪を降らす目安とされる上空1500メートル付近のマイナス6度の寒気。本州、四国、九州地方の北部の辺りまで南下をして流れ込んでいる状態。これがですね、2日あ午前9時の予想になりますと、マイナス6度の寒気。日本列島、全国的に、えー ポリッと包み込まれる、軟化をして流れ込んでいる様子が予報されております。午後9時の予想ですね。ほとんど変わりません。え全国的に日本列島全体をマイナス6度の上空1500メートル付近の寒気が覆い隠している。 えー、つまり、上空の気温が下がる予想となっております。で、えー、この、お寒気の南下に伴いですね、えー、ウィンディーのアメリカ海洋大気庁ノアが提供する大気循環の気象モデル及び国際環境予測センターナショナルセンターズフォ e エンバイオメンタル r o n クション NCEP の気象予測モデルが提供する アメリカ国立気象局、ナショナルウェザーサービスの気象データがベースとなるコンピューター解析による全球数値予報システム、グローバルフォーキャストシステム、GFS モードによる3月2日土曜日の朝6時の予報になるんですけれども、この時、関東南部の平野部、太平洋側で降雪の予報が広範囲に発表されております。ただですね、東京都心部では未だに雨、雪の予報となっております。 白色でプロットはされておりませんが、東京都心部、雨、雪の予報が発表されておりますが、予報はいい,方いい方向に変わりまして、白色でプロットはされておりません、白色でプロットされているエリア、東京南部、神奈川、千葉、この辺りがですね、降雪の予報、を白色でプロットされております。 東京都大田区。3時間ごとの降雪量は0.3センチ。町田市0.3センチ。神奈川県の相模原市0.4センチ。平塚市0.4センチ。南足,南足柄市0.2センチ。千葉県の桜市0.2センチ。千葉市0.4センチ。東金市0.7センチ。銚子市0.6センチ。 市原市0.6センチ、いすみ市0.1.8センチ、鴨川市1.5センチ、木更津市0.7センチなどとなっております。一日金曜日の夜11時から時系列に順を追って見てまいりましょう。白色が降雪の予報となるエリアなんですけれども、やはりですね、関東南部、東京、神奈川、千葉。 この辺りでですね、2日の早朝まで、降雪の予報が発表されております。東京都の青梅市の辺りはですね、2日土曜日は、ほぼ1日中降雪の予報となっております。ただこれは、ウィンディーの GFS 予想のみということになっておりますので、 予報の精度で言いますと ECMWF モードそして日本の気象庁の方があ予報精度は高いのでそれほど心配する必要もなくなってきたのかなというところでありましょうかそれでは世界最高クラスの予報精度を持つと言われるヨーロッパ中期天気予報センターの気象モデルをベースします ECMWF モードでもご覧いただきたいと思います。えー、2日の午前0時から順に時系列で見てまいりましょう。東京都心部、ここになるんですけれども、ほとんど雪は降らない予報となっております。ただ神奈川県の相模原市、ここですね、えー、ベタ雪の予報が えー、2日あ土曜日午前中から午後にかけて、えー、長時間予報されております。しかしながら、降雪となる地域はですね、極めて限定的である。えー、これがウィンディーの ECMWF モードの最新情報となっております。えー、続きまして、ドイツ気象区、ドイッチャウェターディンツの気象モデルをベースします。アイコンモードでご覧いただきましょう。 東京都心部がここになる,なるんですけれども、アイコンモードはですね、えー、雨の予報となっておりまして、えー、降雪が発表されているエリアはございません。えー、ウィンディーの3モード、ここで、えー、明確なですね、えー、違いが出たなというところでありましょうか。えー、埼玉県、失礼しました、えー。山梨県の大月市では雪混じりの雨が予報されております。 それではまとめに入りましょう。強烈な寒気の南下、3月2日の午前9時、上空1500メートル付近のマイナス6度の寒気。日本列島全国的に全体をすっぽりと覆い隠すようにですね、南下して流れ込み、えー、包み込む予想となっております。午前、えー、失礼しました。午後9時の予想。この寒気の南下に伴いまして、ウィンディーのですね、 えー、GFS モードでは、2日の朝8時の予報を見てまいりますと、東京都心部でも雨、えー、ないし、雪の予報、そして関東南部、えー、東京、神奈川、千葉、この辺りでですね、広範囲に降雪の予報が発表されております。えー、しかしながら、長時間、うん、降り続くという予想ではなくてですね、 えー、午前中、2日土曜日の午前中のそれも短時間、えー、降る予報となっておりますただあ、東京西部の青梅市の辺りはかなり長い間降り続く予報にはなっておりますしかしながら、かたや ECMWF モードおよびアイコンモードではですね、えー、特にアイコンモードは更新 降雪の予報なし。ECMWF モードもですね、東京地方で、降雪の予報が発表されているエリアはあるんですけれども、GFS と比べると、極めて短時間であるということが言えます。東京ではほとんど雪は降らずですね、神奈川県の相模原市で、ベタ雪がですね、長時間降り続く予報。 えー、しかしながら降雪の地域は極めて、えー、限定的で狭い予報となっております。そして、えー、気象庁の最新情報ですね。2日の土曜日、関東地方南部、太平洋側の平野部、全くもって晴れの予報となっております。 晴れ時々曇り、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、静岡県、いずれも晴れの予報となっております。えー、予報制度で言いますと、ですね、えー、ウィンディーの GFS モードよりも、降雪の予報が発表されておりますウィンディーの GFS モードよりも、日本の気象庁の方があ予報精度は高いです。 ですから晴れとなる可能性が極めて高いと見るのが自然でありましょうか。私からは以上となります